はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はちょっとね、この間こういうねポーチを作ったんですよ。ちょっとここ失敗しちゃって、もう少しこう横にね、ここを広げてあげればよかったんですけど、こんなね、こうやってパカッと開くポーチ、はい、でこれもセリアさんで買ってるんですよね。で、大きさが3種類あって、これ多分一番短いやつ買ったんじゃなかったっけかな。ちょっとね、上っていうか袋はなくしちゃったんですけど、これね、で、この留め具をこう入れて留めてあげるタイプのやつなんですよ。で、これは1枚で編んだんですね、まず。ここをこう、半分に、長く編んで半分にパタンとやって、ここを縫い合わせてっていうかね、編み合わせていて、袋状にしてて、で、こっちは、こう、ここからこの分だけ細編みを編んで、往復編みで編んで、後ろ側でこう縫ってね、ここを袋状にして、この金具をこう、差し込むような感じで作ってるんですよ、これ。おっと。で、こうなっててね。で、今回は、ちょっと模様が違う感じにして、ここをね、もう少し長さをこう出して編んで、で、綺麗にこう、なるような感じで編みたいなと思ったので、やっていこうかなと思います。で、今日は、この底の部分、こう、縦から上に今日はね、編んでいこうと思うので、この底の部分を、先日ね、セリアさんで購入した、こちらの麻糸。これプレゼントのデコレーション用の麻紐なんですよ。40メートル入っているものですね。で、ピンク、サーモンピンクみたいな色してるやつ。なんですけども、これは、ラッピング用のところに置いてあります。ね。これと、あとセリアさんで購入してる、この、コットンデニム。ですね。綿 100% のカラーナンバーが1番のブルーの色。ピンクの上にブルーをかぶせるってどうなのかなとは思うんですけど、ちょっとね、やってみようと思って。で、これは、48メートル入ってるもので、4号から6号の指定針になってますね。で、これと引き揃えて、この、これもね、セリアさんのパフェ。で、買ったのいいけど、使い道わかんなくてずっとね、しまってあったものですね。カラーナンバーが1番のパフェですね。で、これは、綿 59%、アクリル 35%、ポリエステル 6%。で、30グラムで78メートル。で、これは使用かぎ針が4号から6号。で、これとこれを組み合わせて、上の部分というか、このね、ポーチのここの部分を編んで、で、下のところにはこれを入れてみようかなと思います。で、今回は、かぎ針はですね、7号針。これでね、ちょっと編んでってみようかなと思います。で、じゃあこれですね。この、底の大きさ、ファスナーを作るときみたいな感じで、ここのね、長さの分、細編みをして、上に上げていくような感じでやっていこうかなと思うんですけど、ちょっとね、編み直しもあるかなと思うので、今回の動画はね、ちょっと長くなっちゃうかなと思うんですけど、よろしくお願いします。それではまずですね、ここに合わせて、で、これはペタンとしたものを作ったんですけど、少しこう、待ちがね、あるものが欲しかったので、ちょっと楕円で、2段、3段くらい、編んでみようかなと思うので、少しね、最初の鎖編み短めにします。これぐらいかな。これぐらい。で、楕円の底を編んでやっていきますね。で、まず輪指に糸を引っ掛けて、ちょっとカメラ下げます。大丈夫かな？これくらいで。で、指に糸を引っ掛けて、かぎ針を奥側から手前にくるっと回します。で、そしたら、下から糸を引っ掛けて持ってきますね、一回。で、ここでグッと締めてあげます。はい。で、次から鎖編みをしていくんですけど、
浅い糸なので少しね余裕を持って編んでいこうと思います。1あれ1 2 3 4 5 6 7 8 9、ちょっとくるんってなっちゃう。10 11 12 13 14 15、ちょっと大きいかな。14 15、あ違う13、鎖編み13目でスタートしてみようかなと思いますね。で、立ち上がりはいっかな。13目、立ち上がりを入れて13目でスタートしていきます。で、後ろここのポコポコっとしているところ、これのかぎ針から数えて2個目、1個目2個目、ここに針を入れて、で持ってきますね、糸。で、このまま細編みを編みます。で、次の目。もうこれね、ちょっと拾いやすいと思います。次の目から一個ずつですね、細編みを編んでいってください。こんな感じで。ちょっとね、いつもと違う感じのこの糸なので、浅い糸は編んでるんですけど、これここまで細い浅い糸は編んだことがないので、ちょっとねクリンクリンってなっちゃう。で、麻紐を編むとき、ちょっと気をつけなきゃないことがあって、こう、麻の繊維、これ、この繊維が飛ぶんですよね。この、ケパケパしてるの分かります？これ。これが飛ぶんですよ。で、私みたいに喘息持ってる方だと、このケパケパが飛んで、喘息の発作がね、起きちゃう可能性も、あるんですよね。私実際そうなんですよね。だから浅糸を編むときはもうマスク着用で編むようにしてるんですけど、もうね、ちょっとアレルギー体質だったりする方は気をつけて浅糸を使ってくださいね。危ないので。はい。で、今ね、最後の目の手前まで編んできました。だからここに最後の目のところに3つ入れてあげますね。まず1個目、はい、で同じところにかぎ針を入れて、糸端を針の向こう側に持っていって編みくるむようにして2個目、でまた同じ穴にかぎ針を入れて、今度は糸端をかぎ針の手前に持ってきます。で3個目、はい、で、で、また次の目から一目につき一目ずつ。で、糸端は編みくるみながらやっていきます。一目につき一目ずつ細編みをこうやって入れていきますね。で、ちょっとやっぱり編みづらいのでね、ゆっくり編んでいきましょう。ただ麻紐、普通のね、私使ってる麻紐よりも細いので、ね、編みやすいで、じゃあ編みやすい感じはしますね。いつも太いやつで編んでるので、これはね、細いし、そんなに硬くない感じがするので、
全然編みやすいと思います。このピンクを使ったらまた違うね色でもあったので、そっちをね買ってきてやってみようかなとも思うんですけど、うまくいけばですけどね。そしたら最後の目、ここですね、ここに針を入れて細編みを2回編みます。同じ穴にかぎ針を入れてもう1回ですね。でそしたらここが立ち上がりの一目になってます。でここが最初の細編みの頭ですね。ここに引き抜いて終わりですね。でもう少し広げていこうと思います。で鎖1回で立ち上がったら細編みを2回、根元に1回、もう1回同じ穴に入れて1回で、次の目から細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、10個編んできたらここ同じ穴に3個入れたところですね。ここね。で3目1つずつに増し目をします。で合ってきて、でもう一回同じ穴に入れますね。で次も2目入れてあげます。1回、もう一回同じ穴です、入れますね。はい。でそしたら次の目、ここにも1回、2回で、次の目からは一つの目に一つずつだね、細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個入れてきました、はい、そしたらまた次のこの2目で増し目をしますね。次の目に1個で同じ目にもう1個で、その次の目ですね、ここにも2目入れてあげます。1回、もう1回ですね。2回、はい。ただここに横にピッて出てる線、これが引き抜きになりますね。でその次のこれが立ち上がり1目で、ここが細編みの頭になります。ここに針を入れて1回ね、こうグッと引っ張ってあげてから引き抜いてあげるとですね、はい。でじゃあもう一段ぐらい底を編みますかね。これで底が最後の段にしますね。鎖1回で立ち上がって根元に細編みを1回ですね。おっと、よいしょ、はい、1回、はい、で次の目には2回です。増し目をしますね。で次の目からは細編みを
1個ずつ入れていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、10個細編みを入れたら次から増し目をしていきますね。まずは次の目に1回、でその次の目には2回です。増し目をします。で次の目には1回、で次の目は増し目2回入れますね。で次の目に1回、で次の目は増し目ですね、2回入れます。そしたらまた一つずつ次の目から細編みを入れていきます。1、2、3、あ、ちょっと待って、結び目が来た。このね、結び目嫌なんですよね私。ちょっと結ばってでもほどけるかな。あ、ほどけましたね、はい、ただですね、ちょっと結び目来ちゃったので一回結び目をほどいてつなげていきますね。1、2、3、はい、4回目、1回細編みの途中まで持ってきたら糸を後ろで押さえて、こっちのね糸も後ろで押さえます。でこのまま新しい糸を引いていきますね。でまた次の目に入れて、でこの時ちょっとね糸をこう引っ張ってあげてると、であとは巻き込んでいきますね。待って、こう、6、はい、じゃあここのねちょっとパサパサになってるとこ切っちゃいますね。ここはね糸がのところですね。ここまで、はい、はい、そしたら次からまた増し目をしますね。で次の目に細編みを1回、次の目には2回、で同じ穴にもう1回ですね。で次は1回、で次の目には2回なんですけど、糸を変えたいので、はい、ちょっとここでね2回目の細編みの途中で糸を引き抜いてきたところで止めておきます。でこっちの麻糸の方はもう使わないので切っておきますね。カットしておいて、でこっちを準備します。これこっちから出せないかな、ちょっときついですかね。やっぱり外側から使っていきますね。あとパフェですね。パフェは上から出していけるので、
ある程度出しておいて使いますね。で、この2本を引き揃えます。同じくらいで引き揃えて、こんな感じで編んでいきますね。そしたら、この途中だったここに今まで使った麻糸を後ろで、この新しい糸も後ろにしますね。そしたら引っ掛けてきて細編みを作ります。で、またここ立ち上がりで引き抜きで、これが最初の目なので、ここに入れて、で、ここをね、こっちの糸をちょっとこう引っ張ってあげると、こっちがね、ぐっとちょっと縮まってくれますので、で、このまま、もっと、このまま針に糸をかけた状態で引き抜いていきます。で、鎖1回で立ち上がりますね。そしたら根元から細編みを編んでいきます。今度は増し目などしないで、上下なしで一周やっていきますね。で、これも糸端もある程度こう巻き込みながらやっていこうと思います。で、くるっとね、編んでいきますね。で、ある程度巻き込んできたら、後ろのね、巻き込んできた糸は切っちゃいます。で、このまんままた一目につき一つっていう感じでずっと入れていきますね。で、バッグとかじゃなくってポーチなので、ここね、少し編み地緩かったりしますけど、大丈夫かなと思います。これバッグだったらね、少し編み地強化しなきゃいけないなと思うんですけど、ポーチなのでそこまでね、がっちりとそこの部分を編まなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、どうなのかな。やっぱり少し編み地縮めた方がいい、良かったかな。ちょっとね、出来上がりを見てですね、次から編むときは気をつけなきゃいけないことも出てくるかもしれない。で、側面もずっとこんな感じで細編みで編んでいって、で、そんなにね、高さを出さないでやってみようかなと思うので、何センチくらいまで編むかちょっとね、考えながらやっていきますね。この間編んだやつはそれなりに高さを出したんですけど、そしたらね、ちょっと手入れづらくなっちゃったんですよね。なので、あんまりね、こう、ここの口がまだちっちゃいやつなので、そんなに大きな、ちっちゃいね、感じでやっちゃうとね、入れるものがまたなくなっちゃうと困るから、少し余裕を持って大きめでね、編んでいこうかな。で、最後の目まで入れたら、この色変えたところが引き抜きになりますね。で、ここ鎖編み一つで、最初の細編みの頭に引き抜きます。こんな感じですね。で、このまままた鎖を1回編んで、根元からですね、細編みを1個ずつ入れていってみますね。
結構ね、七号針でこれも編んでるので、割とこう、ざっくり、大きめの編み地で編んでいけるような感じなので、編み上がりが早くていいですよね。こう、コットン糸とか、こう、4号とかね、で編んでると、なかなか終わりが見えなくて果てしないんですよね。しかもほら、細編みでやったら、それこそ果てしなくなっちゃうので、あんまりね、ちっちゃいので、編みたくないなと思って2本取りにしてるんですけど、このパフェって初めて使ったんですけどね、買ってはいたけど使ったことがないみたいな感じだったので、ちょっと今回初めて出したんですけど、もっとねホワホワしてんのかと思ったら、そういうわけでもなくって、こうまあ可愛くないですか、こうちょっととキラキラしたような感じ。もうちょっと段が行ったら分かるようになってくるかな、うん、このパフェ今日は青いの使ってるんですけど、あのピンク系のパフェも買ってるんですよね。なのでまた何かね、このパフェはいろいろ使えそうな感じが今更ながらなんですけどね、使えそうな感じがするので、まあちょっと78メートルで長いので、使い終わりそうになったら買い足しみたいな感じで、あの差し色とかにね使ってみたいなと思ってるんですよね。でそしたらまたここが引き抜きで、これ立ち上がりで、ここが最初の目ですね。ここに引き抜きます、はい、したらまた立ち上がりを編んで、根元から細編みを一つの目に一つずつ入れていきますね。可愛くできるといいな。このままね一周やっていこうと思います。はい、一周編んできました。もうね、あの結構ほら大きさが縦に出てきてくれてますね。あんまりまだです、 1,2,3 段ですね、編んでるのにこれぐらい出てきてくれるので、あともう少しちょっとね頑張って編んでいこうかなと思います。あんまり減らないですね、このパフェも。全然この青いところまで行き着かないかもしれないですね。せっかくブルーで揃えようと思ったんですけどね。まあいっか鎖一回でとち上がって、また根元からですね。ごめんなさい、ちょっとカメラから外れてましたね。で一目ずつ編んでいきますね。でこんな感じでまた最後までやっていきます。はい、今ね最後まで編んできました。でこのままこれね、こうちょっとキラキラ見えないかな、すんごいねほらこうちょっとキラキラしてね、このキラキラのやつがこのパフェなんですよね。ちょっとやっぱりねこのまま編んでいっても、多分このパフェの私が入ってほしいこの色のところまでたどり着かない予感が満載なんですけどね。ちょっとこのまま少し高さを出して
やっていってみようかなと思います。でずっと細編みでね編んでいって、である程度高さをイメージ的にはこれぐらいの大きさで十分かなと思うんですよ。このぐらいあと残り編んでで十分かなと思うので、ちょっとねやっていきたいなと思います。はい、今ですねちょっと高さを出してきたんですけど、この辺くらいからねあのパフェの色がこの青いやつこっちの色にね変わってきました。で、あの動画の頭の方でこうゆっくり編んでいくっていう言ってたんですけど、これをねつけるところまで一気にやってしまいたいなと思ったので、まあ動画が長くなるのは覚悟の上なんですけども、ここのを縫うやところだけはねちょっと省略したいなと思って少しね飛ばしてしまいました。で今ですねこれこの底の部分がねちょっとやっぱりあれなんですよね、ちょっと底の部分がだからね、で長さが横がだいたい今12センチぐらいあります。で縦がこのね底の部分を入れてだいたい9センチないぐらいですね、ありますね、ちょっと歪んじゃってるので下のところわかんないんですけど、入れるところはこれぐらいで高さはいいかなと思います。であとはこれをね仕込んでいくんですけど、ねここで一旦糸を切っちゃいますね。糸を切ってで糸始末をしておきます。のちっちゃい方には入んないですね、やっぱり大きい方でねできます。なんか私が持ってるやつね、あのセットについてたやつでこれ大きいかちっちゃいかしかないんですよ。だからちっちゃいので入んないと、もうこのすごい極太毛糸用の大きなやつでね糸処理しなきゃないんですよね。ここですね。そしたらこっち側に糸を送りますね、後ろ側に糸を送ったら、今度はこの中のところでね糸始末をしていきます。こう何個かねこの足の部分、ここの足の部分を拾って中に通してあげて、で今度は戻りますね。戻るときはここに入れてしまうと、ここに入れてしまうと戻ってしまうので、これの糸が出ているところの少し手前のところに針を入れてこう通してあげます。こんな感じで何目か通してあげたら引っ張って、でこの辺のちょっと編み地を少し直して、突っ張るとねあんまりなので少し直してあげて、一回ぐらいねこう下に通して、はい、で糸始末は終わりになりますね。そしたらもう糸はカットしておきます。あっち、はい、でよいしょ、でまっすぐにここのところをまっすぐに半分にした状態でここに半分につけていきたいので、ダンスマーカーを段数マーカーを2個ですね用意したら、よいしょ、ちょっと半分のところで、ね、はい、このちょっと底の部分がね歪んでしまうので、この真ん中半分に折った真ん中のところにねマーカーを1個入れてます。
置きますね。で、反対側も半分に折ってるところにマーカーを打ってあげます。ちょっと待ってね。こんな感じで、ここが半分の目安だよっていうので打ってあげますね。で、これを入れるときに、ここの分、こう折り返して縫っていく分を付け足していきます。で、ここも、この、これね、2本取りでここを編んだ糸と同じ糸でもう編み付けていこうかなと思います。そしたら、ここ、真ん中で打ってるこれの次の目、ここにかぎ針を入れて、で、糸をかぎ針のこの裏のところにこう置いて、置いて支えてあげます。で、このまま糸を引っ掛けて持ってきますね。そしたら、立ち上がりに一つで同じ目にかぎ針を入れて、で糸端をかぎ針の手前側にこう乗せて、でこのまま編みくるんで一回編みますね。細編みを一回編んだら、この次の目、ここからまた細編みを一目につき一目ずつ編んでいきます。で少しこの糸端の部分をね、編みくるみながらやっていきますね。で、そうすると最後ね、糸処理をしなくていいので、これぐらい3目、今1、2、3目できましたね。そしたら糸をカットしてしまいます。後ろのね、パヤパヤっとした糸を切っちゃいます。で、このまま1,2,3,4,5,6,7,8,9,1011、12、13、14、15、16、17で、段数マーカーつけたところまで来ました。17で、次、18ですね。編みますね。そしたら、次、19。19目編んで、で、この段数マーカーがついてるところの次から、1、2、3、4、5、6、7、8、9。10、11、12、13、14、15、16、17、しかないな。17だか。そうだね。1個外して、18ですね。ちょうど真ん中に来るように、18で、はい、編んでいこうと思います。そしたら、往復編みでここはね編んでいきますので、鎖編み1回で立ち上がってくるっとひっくり返します。で、ここ最後の細編みの頭ですね、ここにかぎ針を入れて細編みを1回で、次も1回で、1,2,3,4
で、最後のね、細編みの頭は忘れないでくださいね。ここ18で、また鎖編み1回で立ち上がってひっくり返します。で、またですね、はい、ここですね、最初の最後の細編みの頭、ここです。ここにかぎ針を入れて、また細編みを18個編んでいきますね。で、最後に一目ですね。18。で、おっとっと。で、もう一回ですね。鎖一回で立ち上がってひっくり返しますね。で、また、この最初、最後の頭からですね、入れていきます。ちょっとカメラ少し下げますね。もう一回いきます。立ち上がり一目でひっくり返しますね。やっぱり色違いますね。こっちがあのパフェの白い部分で、こっちがパフェの青い部分に差し掛かっているところで編んでるところですね。ね、半分に折るので、まあいい差し色になって可愛いですよね。可愛い。はい、じゃあもう一回ですね、こう最後の細編みの頭に入れたら、細編みを一つで、こっから一つずつですね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、1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 9、10、11、12、13、
13、14、15、16、17、18で、どうでしょうか。これで、これで縫い合わせてギリギリぐらいですかね。ちょっとここでねやってみようかなと。もう一段足しますか。もう一段足しましょうか。ギリギリでやってもあれなのでね、はい、もう一段いきますね。はい、繰り返して根元からね、一目につきですね。いきます。はい、今ですね、ここ最後の目まで入れてきました。そしたら、多分ね、これでくるむのは OK だと思うんですけど、一回ね、合わせてみます。の端から、うん、全然大丈夫、余裕でくるめますね。はい、でこっち側はもうこれで終わりにしようと思うので、でここ縫い合わせるために少しね糸を長めにしてカットしておきます。でこっちを出しておきますね。こんな感じにしておきます。そしたら次こっち側、反対側もね編んでいこうと思います。で18目ですね、細編みをすくいながら編んでいきますね。はい、たらこの印がついてる目の隣、ここから針を入れて、はい、糸をつけます。持ってきて後ろで支えて、このまま一回持ってきますね。で鎖を一つで、同じ目、糸を持ってきたところと同じ目のところに糸を入れて、糸端を針の上に乗せて編みくるみながら細編みを一回編みます。で次の目にも一回ですね。でこのまま行きますね。一つの目に一つずつ、3、4、あれ、5、16、17、18。ちょっとねこの最後の目のところがね、ここね、はい、18で、また鎖編み1回で立ち上がってひっくり返しますね、後ろ側で。最後の、よいしょ、細編みの頭、ここですね。こう
ここに入れて細編みで、このまままた18目ですね、細編みを編んでいきます、ちょっとね編みづらいんですけど頑張って、もうちょっとなのでね、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17で18、最後の目がねちょっと入れづらいんですけど、ここね最初の細編みの頭、ここに違うところに入ってもまあ一目ね大丈夫だと思うので、このままやっていきますね。でまたひっくり返して鎖編み1回ですね、立ち上がり1回編んだらひっくり返して、ですねここなんですよ、ここね、ここに入れるんです。と後ろ側はこんな感じで最後の細編みの頭ですね、ここに入ってますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、このまま最後までねやっていこうと思います。はい、今ですね端っこまで編んできました。そしたらまたですね編んで次の段を編んでいきます。鎖1回で立ち上がってひっくり返します。はい、そしたらまたここ根元のところですね、こんな感じで入れますね。はい、そしたらここからまた一つの目に一つずつ細編みを入れていきます。こんな感じで、もう少しここの段、ここの段をね長さを出そうか、ちょっとここの段を編んでからあと 2,3 段かな編んだ方がいいかな、とさっき編んだところと比べてみてどうするか決めたいと思いますね。で最後の目、ここにも1個入れますね。ね、ちょっと比べてみて、あと1段くらいですね、やっていこうと思いますね。多分ね、あと1段で足りると思うんですよね、長さ。同じくらいまで編めてると思うんですけど、はい、でまた鎖1回で立ち上がって、で根元からこの最後の細編みの頭からやっていきます。2、3、4、5、
こうちょっと毛糸が。ね、でちょっとね比べてみますね。一旦かぎ針を取って、はい、こんな感じでちょうどね同じ高さまで編めてきたので、ここの段もですねこれで終わりにしようと思います。で縫い付けるくらい糸をちょっとこう伸ばして、でカットしておきますね。うん、はい、そしたら糸処理をします。ちょっと私はこの太い方をね使おうと思いますね。でのここを縫っていくので、まず糸を入れてあげて通しますね。糸を落とします。そしたら、ここもう中側にねこう中側にこう折って折って縫い合わせていくような感じでしたいんですけど、最初にもうこれを仕込んで編みくるむような感じにしてしまうか、こんな感じでですね。でもそうするとちょっと縫い合わせづらいんじゃないかなとも思うので、こっちはね後から入れるっていうのを考えて、このちょっとじゃあマーカーちょっと外しちゃいますね。マーカーを外してしまって、この付け根のところまで折ってあげます。待って、でなるべく付け根のこの中くらいにこう来るように少しねこう折ってあげますね。こんな感じで、でずっと折っておきます。で縫い付けるのはこっち側から見てこう編み付けていかなきゃいけないので、ちょっとね大変かもしれないですけど、もうこのまま一回こうグッと握ってしまって、はい、でまずここですね、この端っこのところに一回糸を通して、こんな感じで端っこに縫ってあげます。で、あとは、もう向こう側、こっち側にね、こっち側に縫ってる糸が出ないように、縫い合わせていきます。で、私もね、お裁縫は、私はちょっと下手なので、もう本当に適当に縫ってはいくんですけど、なるべくこう、向こう側にね、出ないような感じで縫い合わせていきますね。でもうお好きな縫い方で合わせていってください。でそんなに細かくしなくても大丈夫だと思います。もう一直線で入れていくので、ただちょっとね目を拾って編んでいくのがちょっと難しい。で何目拾ってるとかそういうのは特にね関係ないので、もう
自分が縫いやすいように合わせていってもらって大丈夫です。もう私よりもね、縫い方上手い方もたくさんいますからね。あら、やっちゃった。ちょっと取れちゃいましたね。最後のところまで持ってきたら、よいしょ、ちょっと最後だけね、この外側ですか、この外側のところと組み合うように、もう針をちょっとだけ入れてあげて、でここを端を少し縫ってあげると、こうちょっとね、締まった感じになっていいと思うので、であとは糸処理をして終わりですね。はい、で糸をカットしておきます。で反対側も同じように縫い合わせていきますね。とじ針に糸を通して、よいしょ、で半分に折ります。で折った時にこの端っこ、まずはここの端っこをね、この辺くらいから針を入れて一回端っこで縫い合わせてあげますね。で、一直線になるように持ってあげて、もうあとはまたさっきと同じ感じで、で縫い合わせてってください。で、あんまりきつくっていうか、こう糸をグッと引っ張ってこの布地がつってしまうような感じにならないように、こう少し伸ばしながら縫ってあげると縫いやすいかなと思います。で、几帳面な方だと一目一目縫い合わせていかれる方もいると思うんですけど、私そこまで几帳面じゃないので、もう結構大雑把にグッグッと縫っていっちゃいますね。もうこれもね、私なりのやり方なので、ちゃんとしたやり方で縫ってる方はね、もうそんな風につけちゃダメだよって思う方もいるかもしれないんですけど、その辺はね、ちょっと見逃してもらえればと思います。で最後の方まで来たら、ちょっと待ってね、そしたらまたこっち側からね、糸を入れて、ここグッと締めてあげます。で、あとは糸処理をしてあげて終わりですね。あ、ごめんなさい。で、ここからがちょっとね、問題なのですが、ここまでは多分うまくやってるはずなんですよ。で、これね、向きを確認して、ちゃんとこう、ぺったりなる方で入れていきます。で、こうね、入れていきますね。では、まず、ちょっと開いて、こっち側からね、この中に入れてあげます。で、毛糸なので、途中でね、こう引っかかっちゃうところもあるので、気をつけながら入れてあげてください。はい。で、入りましたね。そしたら、反対側にして、ここ入れるとき気をつけてくださいね。片っぽ入っちゃってると、
もう片っぽ入れるの結構きついので、ここもね、こう急にポヨンってならないように気をつけながら入れてあげてください。最後まで出してあげますね。こんな感じで出して、ちょっとね、編み地の方がちょっと大きかったかな、出してあげたらこう2つ合わさるんですよ。この端っこが合わさったら、はい、こういうね金具が入ってます、こういうので。あとはペンチですね。私はこれペンチで締めちゃうので、ペンチ、あれ、ガマ口作るときと同じペンチですね。で、これで一旦、こうね、こう挟んだら、これを、この金具を細い方を下から、うまく合わさって下からこうやって入れてあげますね。こうやって。そしたら入ったらちょっと雑なんですけど、こうペンチでね挟んであげます。で、気をつけて挟んでくださいね。これね。ね。で、ペンチで挟んだら、よいしょ、はい、このまま力を入れてグッと締めてあげると。この金具が中までこう貫通するんですよね。で、少しこう編み地をよりを戻してあげるとこんな感じに少しだけね金具が出る感じで、こういう感じですね。ちょっと編み地の方が太かったかな。こんな感じでパカパカ開く。ただちょっとねゆるくなっちゃったので、このパカパカがあんまりね、大事なものは入れないようにしてもらえればと思います。ちょっとカメラ上げますね、全体が映るようにね。こんな感じで編み終わりました。こんな感じになってます。で、底があって、ここのね待ちの部分があって、でここの高さをそんなに高くはしていないので、結構手がね奥までこう入るような感じになってます。で、こっちのタイプだとこうちょっと力入れなきゃ開かないんですけど、この底のところまでね、私の手が太いからなのか、こう手が入っていかないんですよ。やっぱりここがね少し口がちっちゃかったんだと思うんですけどね。で、長さをね比べてみるとこれぐらい違います。こんな感じ、この部分違う感じですね。で、こっちはマチがあって、こっちはペタンコなタイプで、ここもね少し失敗しちゃったのを、まあ、改善してこんな感じできっちりになるまで編みました。で、デニム、コットンデニムとこのパフェを2本取りでここも編んだんですけど、あのね、2本取りで編むと、ちょっとね、編み地が厚くなっちゃって、ここのパカパカが、こう、開けるところが弱くなっちゃう感じなんですね。で、こっちは、ニューフラワーガーデンを2本取りにして編んでるんですけど、こっちだと結構きつくパカパカするので、うん。で、ここを編むのは、まあいいんですけど、ここを編むときは、まあちょっとね、細いやつでやると、こうちょっと編みくるむのに段数ここは編むような感じにはなっちゃうんですけど、そっちの方がね、もしかしたら良かったかなと思います。まあでも、もうちょっとね、キラキラしてる感じが出てて、カメラ越しじゃわかんないかな、な感じで出てくれて、すごくね、可愛く編み上がりました。で、ここに使ったね、麻糸、デコレーション用の麻糸もすごく編みやすくって、これは他の色もね、買ってきて、この底にしたりするのにちょうどいいんじゃないかなと思いました。これね、また見つけたらね、ちょっと
買っておこうかなと思います。これ。あの、普通のアサイトよりもだいぶ細くって、こう、編みやすいっていうか、なんかね、細くてね、柔らかい感じなので、あの、アサイトが10トンが苦手っていう方は、これでね、最初練習されるのもいいかなと思います。はい。今日は、この、街のあるポーチを作ってみました。何か一つでも参考になるものがあれば嬉しいです。今日も楽しかったよって思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメントもお待ちしているので、ぜひぜひご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。